譲り合う必要なんてない、しなきゃいけないことたくさんあるし、毎日話す必要なんてない、電話代かさんで迷惑してるんだ、変わらない愛情なんてない、不安があるから強くなるし、二人のこと誰にも言わない、子供じゃないんだから、どこまでも続く道じゃない、私たちは本当にたくさんの素晴らしい音楽に出会いました。そして世紀をまたぐこの時代に私たちを強烈に引きつけた音楽がありました。1998年にデビュー、あっという間の記録更新、全ての音楽ファンを驚かしてしまいました。